はい、こんにちは、キリンです。今回は、あの、ア南さんの炎上について、まあ、実際に真相はどうだったのかっていうお話です。はい。で、炎上の中身をざっと説明すると、まあ、アヤさんがツイキャスでですね、えー、まあ、透明拘束事件の被害者に対して、まあ、注意すべきではなかった。口は災いのもとである。で、被害者の 自業自得であるという、まあ発言をされたということで炎上してました。で、これに対して綾南さんがツイッター上でまあ釈明してて、ツイートがこちらです。で、まあ読まれる方は読んでくださいということで、僕はざっくり説明しようと思うんですが、綾南さんが言うには、まあどんなに相手が間違っていたとしても注意しない方がいいこともある。で、まあ口は災いのもとって言うけど、私も思ったことをすぐ人に言うことがあるから気をつけようという。えー、で、自業自得とは言っていないと。はい。 で、まあ、口は災いのもとというのも、まあ、あさん自身に向けた言葉であるということだったようです。はい。で、そのあやさんのツイートに対するリプも、まあ、僕が確認した時点での すべ、えー、てのリプをまあ、見てみたんですが、えー、その中でですね、あの、僕が注目したのは、実際に綾南さんのツイキャスを見ていたという方のリプの、えー、内容のみ注目してみてたんですが、えー、僕が確認した時点では、す、ま、べ、あ、て、その綾南さんが主張している通りで、まあ、誤解していないと。まあ、被害者に対して、まあ、自業自得という意味合いの話はしてないということでした。はい。 まあ、ただそもそも炎上したきっかけっていうのも、えー、あやなんさんのキャスを聞いていた方が、まあツイッター上で、まあ今取り上げられているような内容のツイートをしたことがきっかけとなっているんで、まあ、で僕は実際あやなんさんのツイキャスを聞いたわけではないですし、まあその録画も今は残っていないということで、えー、確認は取れないんですが、まあ一番確実なのはそのツイキャスですね、放送されたツイキャスを、えー、公開する。 っていうのが一番わかりやすいかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。その実際、は僕がこうなのかなっていう感じたのは、まあ、あやなんさんとしては、えー、ツイートで説明したような内容が、まあ本意だったのかなっていう。まあ、ただ、その一部の方が誤解するような内容のお話というか、まあ表現だったのかなという。はい。まあこれも想像なんで実際はわかりませんが、はい。っていう感じで、まあ一応僕がざっと調べたことをお伝えするという感じでした。まあ、まあ YouTube のまとめサイトだったり、 まあ他のユーチューバーさんの動画ではですね、まあアヤナンさんを批判しているような動画が多かったので、まあ一応こういった動画出してみようかなっていう感じで出しました。はい。以上です。さよなら。